見習いレンジャー。ここ一帯に生命の息吹が充満している。不思議だ。廃棄されたようにし、そうだな、植物もたくさんあって。ラフマンだ。俺の他にラフマン継承な、どう理解しようが勝手だが俺は何も起こ、でも確かに急がなくてもいいのよ。飛ぶ方が早いよ。走るより飛ぶ方が早いよ。走るより飛ぶ方が早いよ。ここだよ。痛がっちゃいない。踊りなさい。雪を前、逃げようなんて思わないでよね。桜吹雪、一緒に遊ぼうよ。お、
Thank you.
ト流トーメ。逃げようなんて思わないでよね。一緒に遊ぼうよ。おうせはっくとふん。急がなくてもいいのよ。さすがはキングデシェルト様、こんな壮大な光景見たことがない。植生がこんなにも豊かだなんて思ってたのとちょっと違ったぞ。砂漠にもこんなに植物があったのか。それもキングデシェルト様の恩師。待て、あれはなんだ。花がいっぱいだ。お、真ん中。これはキングデシ。異物があるな。何が書かれてるんだ。ここに眠るは我らが忠誠なるさ。その英知は、ま、古代キングデシェルト。大したことじゃない。こいつやはり何かが生命を感じ、うん、これか。分析中。この骸骨にはちょうど墓に知識の強。確かにそうだ。見ればわかるさ。知識の中に文明は生まれたが、同様に知識は文明を滅ぼせる。災難は知らずのうちに降臨した。それはこの世界に属さぬ知識。キングデシェレトがこの世にもたらした禁忌の知識は疫病のように広がった。狂気なる上事が心を満たし、開国色の鱗が背中を覆った。命を奪われたかのような大地に残るは絶望的な静寂のみ。森のマハールッカ・デバータの助けがなければ取り返しがつかなかっただろう。彼女は祭司を召集し、いくつもの神殿を建て、生命の神力を注いだ。災禍は奇跡的に食い止められ、文明の小さな火はアール村に残ったが、奇跡も長くは続かない。禁忌の知識が存在する限り、
それは永遠に世界の表層となるだろう。そして最後、砂漠の孤高なる我らの王は自己犠牲を選んだ。私は数ある神殿の一つを守ることに余生を費やしたが、その責務もついに終わりだ。両目を閉じればキング・デシェレトに協力したあの高潔なる神のお姿が浮かぶ。あの時禁忌の知識を根絶するため力を使った彼女は幼子のような姿となった。不思議なことに彼女を思うと死が怖くなくなる。感じるのだ、生命の息吹が私と共に眠ってくれると。砂漠の民たちよ、恨みを抱く必要などない。この恩だけは永遠に忘れてはならない。さっきのはこの骸骨そマハールカテ、そんなバカ、あれが先たとえ赤、これが俺はかつてキングデシェレト様の民のうち、キングデシェレト、俺たちにとってマハールッカ・デバータはいくらなんでも視野が狭すぎ。こんなラフマン、もうそれ以上言わなあ。俺と俺の そろそろ行こう。戻ったらどうする気だ。お前の言いたいことはわかる。俺は自分のしでかしたことを後悔してるよ。だが簡単にはああ私たちは明日だ。お前たちの敵が賢者だと分かった。もう全部分かったみたいだ。ラフマンは愚かなやつじゃない。惜しいことに少なくともオイラたちも行こうぜ。おーい、セナ。そう叫ぶ。